なるお。はい、ちょっと待って。はい、なるおです。おにょめですって言ってみて。おにょめですって、もうなんて言ったら言った方がいいよ。ねえ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 。おにょめでいいんじゃないもん。もう、こっちこっちこっち。はい、なるおです。お前、自分で本当にそうなってるんですよ。いやいや、そうだけどさ。はいはいはい、はい、はい、ということで、はい、聞きなさい。お気づきですかね。お気づきってわかるかな。今日はね、念願のここカメラここここだここだほら。だからここカメラここだってばここで、うん、うん、ね、仕組みかけてきたんですよね。ということでね、まあ、ちょっと今写真出しますけども、かなりなんかボンバーヒットだったんですよ。うん。ということで今回はそのまあうちの嫁さんが宿毛をかけて、まあ今から梅雨時期、まあ頭がくねんくねんならないということでね、まあ非常に今ご機嫌うるわしゅうございますか。はい、ということでそれでたまたま何やの YouTube 紹介してきただけ。うん。それでなんかたまたまその病院でね、美容院か、はい、なんかもらってきたでしょ。うん、キャンペーンだけど。あれこれそう、ストレートにするか知らない。これですはい、見せて。うん、パッケージでこうしっかり挟んとくな。はい、これ何も電気も何もいらないの。これそうドライヤーしながら口でこうするの。ここって挟むの。こうやってセゲストからの。でこれがトリートメントとシャンプー。これシャンプーなのこれ。そう、旅行行くって言ったら持ってってくださいって。ああ、これだそうです。ほら、へえ、本当シャンプーって書いてるねこれね。見えますかね。歯磨き粉に見える。歯磨き粉に見える。ほぼ同じに濃くして俺。シャンプーで歯を磨いてる。うるせえバカやろ。へえ。ということでこれをまあキャンペーン中で。キャンペーン中でもらってきたぞ。そう。いうことで。キャンペーンじゃなくてもね、なんかね前はね。ということで、なんて美容院なんですか。ビートル。ビートル、うん、せっかくだうずって言ってるじゃん。保育所の先生も行っている。ちょっと顔見切れてるからです、うん、いい。そんなに、まあ、いいじゃん、せっかく綺麗になったんだもんさ。はい、どうすんの俺なんか。こんなのかロバート・マキヤマだもん。そうだね、絶対そうだね。うるせえよ、おめえ。なので、そのビートル、やられるから嫌いなの。何が嫌いなの。 YouTube の嫌いなの。俺が嫌いなの。うるせえバカ野郎。で、旦那が YouTube やってっからって、そう、紹介しますよって言ったら、いいですよって言ったっけ。全然いいですよって、うん、お願いしますみたいな感じで言われて、うんうん、ちょっと保育所の先生も行ってところなの。いや、本当に上手、ここは。ああ、そう、うん、ということなんで、ぜひ今度、じゃあ私質問かけたい方は、ぜひこちらに行ってください。そうって何、男の人も行けんの。ほとんど男の人だった、今日行ったっけ。本当に、うん、俺みたいなの行ってもいいのかね。いいんじゃない、だといろんな人いるんだって。ああ、そう、何時間だ。いや、せっかく紹介して、ほら、わざわざいい。本当マジでチャンネル登録までしてくれたんでしょ。だってだったらね、ありがとうございますって意味で。俺行けばさ、ちゃんと店内も映したりとか、ちゃんとね、その撮影協力という形で、うん、ちゃんとやってあげるから。俺徹底的にそういうのをちゃんとプラグ組んでやるからね。ほら、行き当たりばったりではないから、うんうん、マジで本当ここはね、長持ちするしね。俺は別にほら、私見たかったら分かると思う、写真を送るから、あんたにね。それと、今のやつの宿毛かけたやつが、うん、すぐ、あ、これ宿毛かけてもすぐ落ちんじゃないかやっていうくらいの癖だったんだけど、ここでビートルでやると、うん、本当に史上モズだ。そう、かけたことない。普通ね、いいとこ3ヶ月ぐらいとかね、悪くて1ヶ月ぐらいでって、うん、取れるものなんだけど、うん、ここだけは、うん、すごい、うん、だって俺しか映ってないからさ。いいじゃん、さっき譲ったけど、譲ったことないのに譲ったから。はい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 、わかりました、うん、はい、じゃあぜひ、うん、これだけ男男性も女性もいけるので、はい、ということでね、あと概要欄とかいろいろ書いておきますので、はい、テロップも出せますので、ぜひ行ってみてください。本当だよね、店写真撮ってかかってね、まさかでもさ、最初そのメスだなと思ってさ、いいですかなんてここまで出たんだけどさ、ね、
いざ最初の第一歩だったから、まあ、まずね、はい、あなた誰ですか？エリハスチャンネルね、エリハスちゃん、エリハスチャンネル、カンコロカバのチャンネルね。あとリカちゃんハウスの動画作るからね、分かった、その前に流しそうめん作んなきゃないけどね。はい、ということでね、はい、今日はうちの嫁さんが宿問をかけてきましたっていう。宿問って何？宿問って、はい、あなた誰ですか？エリハウスののーちゃん、でもこれパパのチャンネルね。はい、ということで、はい、はい、最後じゃあチャンネル登録お願いしますって、はい、せーの、チャンネル登録お願いします。みんなは丸いボタンを押して最後までみんなを見てくれ、どうもありがとう。パパとママは仲直りできてよかった。何仲直りって、喧嘩してるよ、言い出すんじゃねえよ。